けラジオ岸和田。午後零時三十分です。リバーブ聞きすぎてましたね。毎度のことながらすいません。恋のトンネル、はい、今日の一言でした。恋のトンネルということですけども、今日もですね、岸和田駅ですね、出ましてですね、パッと見ました。なんかちょっと羽織ってるのは何でやろう、わかれへん。なんか、出ましたですね、パッと見ましたですね、ベンチのところには、鳩はね、今日いなかったので、まあ、すかさずその上の方見ました、木の上ね。ほんなら、もうね、パッて見たら、あれ、どれがっていうぐらい、もうわからんぐらいいっぱいおったんですよ。で、20羽ほどであろうという計算中もいっぱい寄ってきてっていう感じで、鳩たちも元気でしたね。天気は晴れですのでね、皆さんこうワイワイされてる土曜日12時半なんじゃないかなと思うんですけども、この生放送なんでね、いつも言ってますけども、お便りとリクエスト、この間にも、ガンガンしてください、皆さん。はい。で、トントンできます。今日も、何の日っていうね、あ、そうや、まあまあいいんですよ。今日は何の日を行きましょうか。ピザの日、はい。ピザの原型とされるピッツァマルゲリータの名前の由来となった、イタリア王妃マルゲリータ氏の誕生日にちなんで制定された記念日だそうです。あとですね、世界子供の日。1959年11月20日に児童の権利に関する宣言が採択されたことと、1989年11月20日に児童の権利に関する条約が採択されたことにちなんで、国連が記念日に制定した国際デーの一つ、ユニバーサルチルドレンズ、デイ、はい、ちゃんとユニバーサルチルドレンズデイですね。はい。なんで2回言うねんでね。まあいいですけど。国連の指導のもと、各国政府が子どもたちの世界的な総合理解、福祉増進のための活動ができる日を、その国で適当と考える日を選んで制定するようにと勧告していることから、日本では5月5日が子供の日と制定されたらしいですね。まあ、今日は世界子供の日で、日本では5月5日ですね。はい。ねえ。まあまあ、恋のトンネル。まあ、今日はね、何をやるかと言いますとですね、まあもう11月20日でですね、あと1ヶ月もしたらもうほんまに今年ももう終わりですね、言うてね。まあまあ、もう今ぐらいからもう皆さん今年も終わりですね、で言い始めるんやろうな思うんですけど、大体年末とかなってきたらやるのは、まあ、衝撃映像とかなんかテレビでやるじゃないですか。だから、それにちょっと乗って、衝撃映像のツボを今日やろうかなと思うんですけどね。まあね、カマンクもね、未だにね、昨日あったんですよ。パッとこう、まあまあ、その、外に出ようかな思ったらね、未だに気抜いたらマスクすんの忘れるんですよね。で、周りの人、こう、まあ、自転車乗っとったわけなんですけど、外出てね。で、パッて見たら、なんかめちゃめちゃジロジロ見てくるなと思ったら、あ、そうか、マスク忘れてたわ、みたいなこととかがね、もう玄関に、言ったら用意してあるのにね、それでもこう、まあ、なかなか人間って変わらんもんですよね。やっぱそういう癖というか、まあ、やっぱり、まあまあまあ、その癖もあれですけど、自分がこうそうしたいっていう欲求の方が、どうしてもそちらへ流れていくので、まあ、マスクはしたくないっていう自分の欲求のもと、まあ今でも、未だに気を抜いたらマスクをするのを忘れるっていうかまんくもなんですけども。あ、あれですね。あと、140年ぶりの皆既月食が昨日あったんですよね。夜6時ぐらいから7時ぐらいまで、なんかこう、かけてたみたいなんですよね。で、まあでも、全かけするんかなって私は思ったんですけども、なんか下2センチぐらい、肉眼で言ったらの話なんですけど、下2センチぐらいは、まあ、ちょっと残ってた感じだったんで、光がね。まあそうなると、ほぼかけてるっていう状態にはなるんかなと思うんですけど、それが140年ぶりぐらいだったんですよね。
で、次にそれぐらいまで書けるのを見れるのが、もう、60年後ぐらいとかなんですね。まあまあ、ついにね、それをね、動画で配信するっていうことをやってしまったんですけども、まあまあいいんですけども、そういうこともありまして、あ、そう、あともう一個ね、ニュースで言うたら大谷翔平くんがね、MVP 取りましたよね。アメリカンリーグですか?で、取ったんですよね。で、日本人としては、イチローさん以来20年ぶりって言ってね、もうこの辺皆さんも知ってるニュースなんかもしれないですけど、一応ね、これ、かまんくぼ YouTube にね、チャンネルがありますんで、そこにもアーカイブを上げるつもりで喋っております。だからこう、記念としてね、やっぱりそこは私の中では言っとかなあかんな、11月20日こういうこと喋っとったよっていうので、まあ最近そういうことあったよっていうのを入れたい入れたいんですよ。っていうか早いけでね、衝撃映像のツボまだ言ってないですけど、あ、衝撃映像のツボね、あれなんですよ、私が最近自分自身の中でパッと浮かぶね衝撃映像やったんですけど、体重計乗ったらね、私の体重がね55って出たんですよね。もうその回ってたので驚愕ってこう頭の中にね浮かびました。それは衝撃映像でしたね、私の中の一番のね。もうダイエットすることを決めてですね、なんかダイエットするならまあダイエット YouTuber になろうと思って、それも YouTube に上げていこうかなと思うんで、また上がったら皆さん、あ、ほんまにこいつダイエットできるんかなと思いながら見てください。ですね、やっと行きましょうか。はい、では、まあ何がまあまあ私のツボをね、言わしてもらうんで、それは皆さんいろいろ衝撃のツボっていうのに生きとったらいろいろあるんでしょうけども、まあ、こう、私、1975年生まれか、の中で、こう、まあテレビっていうのを見て育った世代ではあるので、テレビの中で起こったことで、これ衝撃映像やったなっていうのを、まあ、思い返してみたわけですよ。で、一番こう、そうやな、自分の中で記憶のある中でちっちゃかったって言ったら、だからまああれですよ、1986年の12月9日15時頃に起こった事件なんですけど、さて皆さん何でしょうか、思い出せますか。まあ、世代的に思い出せない方もいらっしゃる、まだ生まれてない方もねいらっしゃるかもしれないですけど、あれですね、フライデーの襲撃事件です。北野武さんのね、あれをテレビで何回もなんかその当時ちょっとニュースとかで映像が出てたのを見て、子供ながらに、うわ、衝撃、驚愕みたいな感じでなったなっていうのをね、思い返してみました。あと、その次がですね、1991年の1月17なんですね。あ、これは皆さん思い浮かびますか?パッと、出てくる人も多いんかもしれないですけど、これはですね、湾岸戦争ですよ。イラクを空爆して始まった戦争らしいんです。それが1月17日やったから、その時に戦争が始まったらしいんですけど、これもなんか毎日毎日、ニュースに上がってくるのが、本当になんかもうすごい驚愕みたいな衝撃で、こんなことやっぱり世界であるんだなっていうのをまざまざと見せられた瞬間やったなと思うんですけど、ね、今のあんまりなんかそこまでこうリアルで入ってきてない感じはするんですよね、戦争の映像とかがね。だから私はまあちょっと驚愕しました驚愕っていう言葉に今日ハマってるんですけどまあまあ、その後はですね、やっぱりこれですね、1995年のこれね、1月17なんですね、これもね、はい、5時46分52秒ですね。皆さんもこうこの辺になってきたらもう記憶に深いと思うんですけども、阪神淡路大震災のね映像ですよね。これはもうなんやろ、その時もうカマンクボはですね、大阪のにまあ引っ越してきてたわけなんですけども、何が何だかわからなかったですね。テレビつけてみて、え何ですかこれはみたいな、なんか正直ちょっともうなんか映画なんかなっていうぐらいのリアルのなさというか、自分の中に浮かんでこない映像だったですね。そう、当時19歳ぐらいだったんかな、19、それぐらいですね、20歳前ぐらいだったんで、はい、もう今でもその映像は忘れてないです。はい、その後、じゃあ次いきますか、1995年のこれね、同じ年でまた起こってる、やっぱり
まあそういう都市なんですかね、皆さんがなんかこうそういう事件が起こるのは、まあ重なったりしますやん。これはもう生きててもなんか重なる時って重なるからね、みんなの人生でね。で、あの1995年3月20日の、8時頃ですね。はい、これももう多分もう分かってる人おると思いますが、地下鉄のあのサリン事件ですよね。で、このあのもうそのなんか電車の映像とか煙が出てるっぽい感じのところとかの映像とかも、もうほんまちょっともう分からない、現実これって思うぐらいのあの映像でしたね。かまんこもなんか、その後のもう一個私のすごい衝撃映像はですね、この同年なんですけども、1995年の4月の23日、わかりますか？このだから、ちょうど1ヶ月後ぐらいなんですけど、あの、ね、もうお分かりかもしれないですけど、あの、テレビのあの、マスコミの、なんか会見の中でね、村井秀夫が、あの、射殺されたっていう、あれ、私もリアルで見てたんですけど、ほんまに衝撃でした。そんなに、あのもう今でもだって、だから1995年が何年、もう26年前ぐらいですか。26年前の映像ですけども、もう昨日のように思い出すぐらいの映像でしたね。衝撃映像の。はい。でね、まあ、ちょっとそれますけど、なんか、やめとこうか。いや、言おうか。この、ずっと時が経ってね、これいつでしたっけ？多分ね、10年ぐらいもう前か、もう10年も経つかなぐらいなんですけど、この時になんか爆弾娘の菊池直子さんっていう方がいらっしゃったんですけど、その、あの、方がなんかこう、指名手配みたいな感じで、こうバーってその10年も経ってないかな、まあぐらいの時にポスターを、うちの店にもね、あの、まあ、カバンクボはですね、堺市の中本町で、カフェ&バー居所やおせっかいっていうのをやらせてもらってるんですけども、そこで、なんか警察がね、急に来たんです。で、警察の方が来た時に、このポスターをここに置かしてくれと言われたので、あ、全然、あの、はい、どうぞ、あの、指名手配のその、やつだったんですよ。で、もう、時効が迫ってるみたいな感じで、よかったらこれまた何かあったら言ってくださいねって言いながら、まあ、警察の方は出て行ったんですけど、その写真がね、あの菊池直子さんのね写真がね、もう私にめっちゃ似てて、なんかあの人似てるっていう情報が入ったから、警察がちょっと偵察に来たんかなって思うぐらいの似てたんですよ。でね、それをこう、あ、ほんでそっからね、ちょっとして捕まったんですよ、その方がね。で、そしたらまたあのニュースとかで、あの、捕まりましたみたいなのがなったら、その写真を見てお客さんが増えるっていうね。うちの店の存在を忘れてて、私の顔を思い出して、ああ、行かない行かなって言って、もうその、何年かいじられましたね、その後ね。めっちゃ似てたな、言うて。でもお客さん増えたから、まあちょっとこれは良しとしようかと思ったりとかしたっていうね。それが、まあそれは最近の話ですけどね。まあまあ衝撃映像でも何でもないんですけど、まあそういう話です。はい。で、あと、その次は、2001年の9月11日ですかね。これも皆さんは記憶に、まあまだ、まあ言ってももう、何年？ 20 年前ですけどね。もう忘れられないですよね。やっぱりこう、アメリカ同時多発テロ事件の、あの、ブワーって最初の、映像よりも2機目がこう、ワードセンタービルにこう、行ったところの、もうあの映像はちょっともう映画さながらっていうか、ほんま映画なんかな、これどういう映像っていうのがリアル感のない、本当に驚愕って出る映像でしたよね。その次は、2011年の3月11日の東日本大震災のあの津波の映像も、もうなんかやっぱりそこにいないと、なんかこう、やっぱテレビだけで見るとほんまに衝撃の映像ってなっちゃって、リアル感がこう、なんかこう薄まってしまってて、でもすごいこうなんかわからへんけど涙出てくるっていう、そういう映像になっちゃってたんですけど、私なんかすごい衝撃映像だったんですよ。で、その次はやっぱりもう今ですよね。今この、もうこのほんまにリアルなんですけど、2020年から2021年のこの、まあ2019年終わりあたりからのこのコロナの、やっぱ街並みとかですかね、人がほんまに全然おらんくなったなっていう、この繁華街全部明かりが消えて、こんな早い時間7時とか8時で誰もおれへんっていうのが、もうすごい私の中では驚愕した映像だったっていうね、まあことはあったんですよ。ちょっとこの辺でね、
お便りが来てますんで、私の衝撃映像ばっかり、まあ、先からずっと言ったんですけど、まあ、皆さんのね、どういう衝撃映像があったかっていうのも聞いていきたいね。あ、このね、本当にさっきも言いましたけど、この放送中でも全然読めますんで、皆さんぜひぜひお便りをください。いつもの方ですね、来てます。はい。かまんくぼさん、ワンバンコ、クラスターバンバンビガロでおま、衝撃映像のツボということで、若い頃はそういう映像が好きで怖いもの見たさでテレビ見ていましたが、ここ最近年を取るとそういう過激なものを受け付けなくなりました。今の時代 YouTube などで手軽に見れるんでしょうけど一切見なくなりました。隅っこ暮らしやちいかわに癒されます。ボコったりボコられたり見たくないです , 笑って書いてあります。まあまあね、確かにそうですね。まああんまりその目を覆うようなっていう言い方をするんかもしれないですけど、まあ見たくないといえば見たくないんですけど、でもどうしてももうこう目に入ってくるものっていうのはあるんですよ。それは日常でもまあそうなのかもしれないですけど、皆さんが生きてたらね。そう、ありがとうございます。これはクラスターバンバンビガロさんでしたね。いつもありがとうございます。そうなんですよ。まあだから、まあトントンともう一個行こうか。うん、行きます。すいません。ちょっと、次にも読ませていただきます。はい。かまんくぼさん、こんにちは。衝撃映像のツボということですが、私は昔小学校に行きたくなくて、学校をサボってはワイドショーを見ていて、昔のワイドショーは衝撃映像の連続でしたね。ロス疑惑の三浦和義がヘリコプターを待つ場面とか、ああ、岡田由紀子さんがお亡くなりになった現場を、梨本勝レポーターが、どんどん取材する様子とか見ていて衝撃でした。大人になった今も鮮明に覚えています。果物兵士さんですね。はい、ありがとうございます。いつもそうですよね。なんか、さっきも、まあ、クラスターバーマン、ビーガルさんも言いましたけど、もうちっちゃい頃にこういうの見るとやっぱ忘れないですよね。ちょっとなんかがトラウマな感じになったりとかもするんじゃないかなとか思ったりするんですよ。カマンクマも私の中でも結構そういうのはあるなとは思ってるんでね。はい。で、まあまあ今日ね、今日の一言は実は恋のトンネルっていうのをね言ったんですけど、まあね、今ね、うん、なんていうか私の中でもこうある意味、まあ、私は衝撃映像じゃないか。まあ、そういうことはあるな、とかは思って生きてる。まあ、私の今まで経験上では、そういうことは多々あったっていう映像が、私の目の中に入ってきてるわけなんですけどもね。うちのね、スタッフの子を見ててね、そういうことを思うな、とかいうね。やっぱりね、こう言って、どうしてもね、何ですかね、こう、ちょっとつ盲信、なんで四字熟語を使ったんか私は今わからないんですけど、そういう状態になってしまうじゃないですか、どうしても。で、誰もがそうと思うんですけど、カマンクボの中ではどうしてもまあ恋、まあ恋と愛っていうのもまあ違うんかもしれないですけど、人を愛するということはっていう話になってくるんですけど、どうしても若いうちはその依存度の高い恋をしがちというか、まあでもそれが、まあ、ピュアといったピュアというか、そのまだ慣れてないというか、あんまり見えてないからそうなっちゃうんだろうなっていうことはもちろん多々あるんですけど、まあ私もこんなんやったんやろうなとかは、今思ったりはするんです。でも、その、やっぱりこう何でもそうなんですけど、きっと、なんていうんですかね、力余って、やっぱりそういう時って何かこう握って、しまう力余ってもう掴もうとしてしまうと、どうしてもその掴もうとするとするするっとこう手のひらから流れていきますし、握りしめるともう握りしめよう握りしめようってすると、今度逆にそれがまたこぼれ落ちていくだろうし、で握りしめすぎるって握りつぶしてしまう場合もあるっていうね。でまあ大体追うと逃げるっていう、まあそういう、なんていうんですかね、こう、好きがゆえにそういう握りしめたい、掴みたいっていう気持ちはわかるんですけども、やっぱり、それをやりすぎると、依存になっちゃったり、まあ相手を潰してしまったりとかすることもあるんだっていうのは、なかなか自分でやって初めて握り潰した時に分かったりとか、こぼれ落ちた時に自分で気づくっていうことがあるので、私は本人に、こうそういうことをあまり言いたくないんですね。あ、これはスタッフの話だけじゃなくね、その、うちに来るお客さんたちのお話を聞いてても、そういうことは思うんで、
だってそのやっぱりこう自分で気づかんと何でも、だって自分で考えて一人で生きていくものだと思ってるんで、誰かのせいにしたりとかもできる人生であるわけではないんで、自分の人生なので、だからやっぱりそこの見極めを、人に聞いてその答えをもらったからといって自分が納得しなかったら意味がないわけでしょ。生きるってそういうことやと私は思ってるので、だからやっぱり依存と愛は違うんだよっていうのは考えて気づいてもらいたいなと思ってるんです。まあこれが私の今日の、恋のトンネルって言ったこの真相だったんですけど、だからそれを、まあ、彼女彼らにしたら今このリアルで起こってる自分の目の前のことが多分衝撃の映像なんだろうなっていう驚愕みたいなね、頭にいつも驚愕って浮かぶ感じで生きてるんだろうな、その恋の中でっていうのが、まあ、わかるっていうのを、まあ、思っているんですよ。で、こんだけ言うたからね、ちょっと、ああ、もう時間がなくなってきてるな。ちょっと一曲ね、かけたいなと思います。うわ、どれかけようかなと思うんですけども、まあ、やっぱこれかな。これかけたいな。はい。それで言っときます。すいません。僕は魔法の薬で女の子を釣り寄せる。はい、スカンチで恋のマジックポーション聞いてもらったわけなんですけど、まあそういう今ねこの恋のトンネルに入ってる方たちのその衝撃映像を日々ね、目の当たりにしててですね、こういう気持ちなんだろうな、うわどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう恋ってみたいな感じでやっていってるんだろうなと思うんですよ。なんか違う方から来ました、またね二人が来ました。はい。ワンバンコワンバンコってまた言うてある。これは山田ジャックさんで、おまって書いてありますね。山田ジャックさんですね。はい。僕の記憶する衝撃映像は、何年か前40歳のアイドルが舞台に立った初舞台の映像です。わらと。はい。初舞台なのには物おじせず、堂々としたステージに衝撃が走る。これ驚愕って出てくれたんやな、頭にね。それは良かったです。40なのにバージンですと放つその人にしびれました。これ映像残ってるんですかね。山田ジャックさん、はい、ぜひこれあんま見てほしくないな。私もちょっとまあしびれてないけど、まあ、舞台立つそれがもうしびれてましたけどね。すいません、はい、次なんか行きましょうか。次はもうないか今日は。お便りほんまにねこのやってる間でもガンガン送ってきてほしいんですけどね、ないですねお便り。皆さんお便りしてほしいな、うん、はい。ねママね、あそうそう、ほんでね、私の中での、また驚愕のね、話をしますとですね、実はその1998年ね、これ朝のね、目覚ましテレビを見とったんですね、フジテレビさんのね。その中で生放送中に、5階のビルから、菊池さん?これ誰でした?誰でした?なんか、名前忘れたけど、アナウンサーの方がね、転落したんですよ。で、上半身の骨13本折ったとかいうのをね、見てたんですよね。5階のビルから、もうほんま、あ、落ちたと思ったけど、大丈夫?みたいになったけど、大丈夫ですって言って、一瞬ね、顔見せたような気したのが、すごいプロ根性を感じたなとか、ちょっと思ったりとかするんですけど、まあ、あとはですね、まあ、この、
まあ、最近で言ったら私 の, 今日あの自分の人生の中の驚愕したことって言ったら、そうやな、元彼が、あ、え、今、え、今井、今井弁、今弁護士、え、どういう、ごめんなさい、間違えた、なんか名前を教えてくれはったんかなと思ったんですけど、まあ、元彼が去年の11月に部屋行ったらね、髪の毛が落ちてたっていう話は何回かしてると思うんですけども、あ、なんかでも俺は何もしてないっていう話をしてたんですね。そっからですね、たまたまですね、南のね、ナンバー高島屋さんの前の方をね、歩いてたんですよ。2月に、今年の2月にね。ほんなら、まあもうお別れした後やったんですけど、パッて前見たら、その元彼が今歩いてきてたんですね。で、パッてよく見てたら、今彼女みたいな感じの子と一緒におったわけなんですけど、髪の毛めっちゃ長くて、その時 の, あの髪の毛と同じ、部屋に落ちとった髪の毛と同じぐらいの長さやったから、それは私の中ではもう衝撃映像でした。やっぱりそうやんって思うところでしたね。あと最近、あ、最近っていうか、あの、今日もそうやったですけど、意外に電車とか乗っててもなんですけど、まあ、女性に多いんですけど、ブーツ の, あのジップ、まあ、ジップというかジップアップというか、あのチャックがね、開きっぱなしの女性が多いんですね。あれね、でもね、気持ちわかるんですよ。カマンクマもそうやから、あの、履いてて結構、まあ、むくんじゃったりとかするんですよね、歩いてる間にね。そうしたら、まあ、あの、そのままちょっと下げて、ちょっと見えへんやろうと思ってやってはるんやろんで、まあ、結構な高確率で、あの、開けてはるなっていうのは、まあ、衝撃映像の一つじゃないかなって、男性見たらね、わかんないんですけど。で、あとは、あとね、人生で、やっぱこれかな、自分の人生の中で、その、衝撃映像やったのはね、父と母の生のプロレス。やっぱりこれのね、場面にちょっと出くわした時は、衝撃、幼稚園でしたけど、私ね、あの、衝撃的でした。あと、結婚してからの衝撃映像はですね、あの、元旦那と、元その旦那の元彼女が、生のプロレスをしていた動画を見つけてしまった時は衝撃映像でしたね。これはこの自分の人生においてだいぶ今ね、言ったんですけど、皆さんもね、きっと衝撃映像が生きてたら、あ、ありがとう、果物フェイスさん、やっぱり言ってくれてた。菊間さんですね、菊間さん。はい。っていうアナウンサーがね、あの、転落したんですよ、5階のビルからね。すごい衝撃映像でしたね、それは。いや、ほんまに落ちはったと思ってね。で、もう今日も時間がなくなりました。あと1曲どっちかけるかな、これね。でもね、そのさっき言った恋のトンネルのね、あの、若い恋のこの落ちの歌をかけようかな、やっぱり最後。これは申し訳ないけど、カマンクボの中では、カマンクボがこれを聞いた、初めて聞いた時も衝撃の曲でした。驚愕ってなって、あ、こんな風になっちゃうんだと思って、自分も後々それを体験していって、あ、こんな風になっちゃうんだと思って寂しかった曲なんですけど、最後にこの曲をかけたいと思います。カマンクボのツボ、来週もお楽しみに。皆さんぜひお聞き逃しなく、お聞き逃した方は YouTube チャンネル登録で、またアーカイブ上がってますんで、ぜひ聞いてください。はい。で、ビーズでもう一度キスしたかったです。